14日に発表された1月のミシガン大学消費者信頼感指数の速報値は68.8で、前の月から1.8ポイント低下しました。過去10年間で2番目に低い水準で市場予想も下回りました。消費者心理が悪化した要因として調査担当者は、新型コロナのデルタ株とオミクロン株の感染拡大やインフレの高まりを挙げています。